NHK の「ガンダム誕生秘話を」を、えー、見たんだけれどもその中で富野義行さんの話ですちょっと僕面白かったのが富野さんの発言っていうのはも本当に自己卑下してるからあの自己卑下のニュアンスをこう取って聞かないとなかなか分かんないんだけどもずっと毎年毎年同じようなロボットアニメを作っているとでずっと同じようなロボットアニメを作らされてるんだけどもその中で映画っていうのができないかと。 映画っていうのはどうのどにかかしてのテレビシリーズでできなかったで。その当時宇宙戦艦ヤマトというのがあってアニメのやってる人間の上がりっていうのはその当時はね DVD もなければビデオソフトもレーザーディスクとかそういう後に残る媒体っていうのがほとんどなかった。一応、ガンダムがオンエアされた頃は、 ビデオデッキっていうのは存在したんだけどもまだまだ高くて普通の人にはなかなか手に入るものじゃなかったので放送されたら消えていく運命そういう放送されたら消えていってしまうという運命にあったのでですねあの残る方法としては劇場版という形でファンのみんなに受け入れてもらってでそこで監督するっていうのが上がりのイメージとしてあったんだよね。えーなので 機動戦士ガンダムっていうのが宇宙戦艦ヤマト、目標というよりはライバル、仮想敵として作られていた。仮想敵として作られていたので、映画ができないのかということで、富野さんがその時考えたのが、毎週毎週テレビアニメとして放送するんだけども、実はロボット戦闘シーンだけを抜いても、つながるように作ろうと最初から思っていたと。だから、エコンと切るときに意図的に 後でこれロボット戦闘シーンを抜いて繋いでもちゃんと一本の劇場映画になるように考えながら描いてたっていうのがあってそれがねなんかすごく面白かった僕にはこれはその西崎由伸に対する批判になっていると西崎由伸は当時「機動戦士ガンダム」が大ヒットした時に宇宙戦艦ヤマトでもうメガヒットを飛ばしたわけでメガなんだよ大ヒットじゃなくて宇宙戦艦ヤマトでメガヒットを飛ばした西崎由伸は 大和にも少し関わっていた、まあ、いかメインで関わっていた安彦義和やあと絵コンデで関わっていた富野義行が自分の後から来て追い抜くような感じになっているのは、すごい気に食わないわけだよね、まあ、西崎義信という人の性格からしてなので「あれはいかん、と。宇宙戦艦ヤマト」は第1作目は確かに、ね、あのテレビ版を再編集した映画にしたとそれでもラストは変えたと。 そして「宇宙戦艦ヤマト」の映画版の2つ目からはちゃんと全編オリジナルで作ったとこれが映画というものだよっていうふうに言ってたでも富野義行はそういう言い方がすごい気に食わなかったとそうじゃなくて「宇宙戦艦ヤマトみたいな」言ってしまえば場当たり的に1話1話作ってるんじゃなくてガンダムっていうのは最初から実は戦闘シーンを切り離したら繋がるる。ように作ってるとそれはなんか富野義行が機動戦士ガンダムの合体ロボーとしての部分だよねつまり A メカ、B メカの間にコアファイターが入ってガチャッと合体するっていうその他にもいろんな合体ロボやってるじゃんあの思想をアニメ作りの中に入れて,たっていたとうことなんだ。つまり不要っていうことはないんだけどもドラマ的にはなくても構わないロボット戦闘部分のパーツをガチャリと離してドラマ部分のパーツだけをガチャリガチャリと繋いだら劇場映画になる。だ 手を加えなくても、それは何とか繋がるるうに作って,るっていうかそのことをね NHK のドキュメンタリーの中ですごい自己否定を交えながら語ってるところがああ面白いなこの人は作品の中のロボットもの分離合体っていう思想と自分のドラマ作りの合体っていうのをちゃんとつなげで作ってたんだ。 やっぱり自分の生き様をフィルムの中に投影するタイプの監督だったなというのが分かったのがすごく面白かったです岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく